2002年フランス大統領選挙は2002年に行われたフランス大統領選挙である。4月21日に第1回投票が5月5日に上位2名による決選投票が行われ、現職のジャック・シラクが当選した。事前の予測に反し、社会党のリオネル・ジョスパン首相が第1回投票で敗退し、極右政党国民戦線のジャンマリー・ルペンが 決戦投票に進んだことで、フランス国内のみならず、全世界の注目を集めた。フランスでは1995年以降、右派政党共和国連合の支役が大統領の地位にあったが、1997年の国民議会選挙では、左派の諸政党が多数を占め、社会党、緑の党、共産党などによる左派連立政権が発足し、小浴びたシェオン状態となっていた。 大統領選挙前には、シラクとジョスパンの二人が有力候補とみなされており、各社の世論調査でも、この二人が高い支持を得ていた。しかし、シラクには、パリ市長時代の汚職疑惑があり、ジョスパンも治安対策が弱腰であると、政敵から非難されていた。ルペンは、当初放末候補と見られていたが、投票日が近づくにつれ支持率を上げていった。 2002年4月21日過半数を獲得した候補がいなかったため、シラクとルペンの上位2名による決選投票が行われることとなった。2002年5月5日5月1日のデモルペンが決選投票に進んだことはフランス社会にとどまらず国際社会に強い衝撃を与えた。敗北したジョスパン首相は直ちに政界引退を発表した。フランス各地では ルペン当選阻止を訴える大規模な街頭デモが行われた。デモは第1回投票の結果が判明した4月21日夜に始まり、日を追うごとに参加者は増え続けた。5月1日の命令にはフランス全土で130万人、うちパリでは40万人がハンルペンのデモに参加した。一方同じ日に行われた国民戦線の集会。 ジャンヌ・ダルク祭には2万人のルペン支持者が集まった。パリの路上の落書き。4月21日、心が痛む左派の支持者にとって、極右のルペンを落選させるためとはいえ、これまで対立していた支落に投票するというのは、苦渋の決断であった。いやいやながらの投票であることを示すために花を、洗濯バサミでつまんで投票しよう、という呼びかけも行われたが、投票所内で、 自らの投票内容を明らかにすることは禁じられているため、このような行為は厳密には違法である。決選投票直前には、ペテン氏に投票せよ、ファシストではなくという標語が登場した。選挙後、フランスのマスコミや世論調査機関は、ルペン躍進の背景について様々な調査、分析を行い、次のような点を指摘した。とはいえ、ルペンの得票は、 前回1995年の457万838票と比べて大きく増えたわけではない。にもかかわらず、ルペンが2位につけた要因として以下のような指摘がある。ありがとうございます。